さあ、プープーテレビの総主演です。沖田です。よろしくお願いします。はい、藤原くんです。よろしくお願いします。しのごの言わずに映像を、はい、変わったんですね。はい、今日ここニフティからお送りする最後の総集編になりまして、もう柏木どんぐり公園からお送りする総集編はもうありません。もうないです。というのも、ニフティからデイリーポータル Z が、変わったんですね。運営の元が一通、コミュニケーションズ。イッツコミュニケーションズ。イッツコムっていう名前は略称ですか？そうですね。イッツコミュニケーションズに変わったんですね。イッツコミュニケーションズの藤原浩一と、はい。コミュニケーションといえば。コミュニケーション。そのコミュニケーション。で、イッツコミュのプープーテレビってことになるんですか？そうですね。一応はね。はい、じゃあもう、どんぐり公園、聖地。柏木どんぐり公園にはもう、出てきませんので。はい。はい、でもどんぐり声の思い出とともに振り返りましょう。はい、本日の太郎テレビショッピングは、昨年販売して大好評いただきました太郎入りの桃がなんとリニューアルして帰ってきました。え、あの太郎入りの桃が復活したんですか？そうなんですよ。しかも今回の太郎にはなんとすでにきびだんごがついてくるんです。きびだんごを作る手間が省けるっていうことですね。そしてなんと、プラス5000円で、きびだんごが犬、猿、キジにグレードアップできます。さらに今回は、放送終了後30分以内のお電話で、太郎入りの桃がもう一つついてくるんです。え、もう一つ？それだけじゃありません。どんな野菜もサクサクスライス、ベジタブルスライサーもセットでお届けします。あら、ちょっといいわね。あの、ベジタブルスライサーだけいただくことはできますか？ええ、ええ、桃は結構なんです。ああ、そうなんですか。じゃあ、一つだけ。電話を取った桃太郎は、顧客のニーズというものを理解したそうな。はい、プープーテレビのベチャクさんが、ノードングリですね、これは。はい、ノードングリ公園で。ノードングリ。もうご自宅で多分書かれてると思うので、はい、どんぐり公園出てきませんでした。うん、残念です。残念ですね。うん、これは引き続き、運営が変わっても続きますね。はい、桃太郎シリーズは。はい。はい、どんぐり公園に根ざした動画はもう出てきませんけれども、ベチャクさんは大丈夫です。スムースに移動できます。はい。よかった。ベチャクさんでもテレビショッピングと。テレビショッピングの動画だけで多分4本か5本ぐらいあるんじゃないですかね。ケーブルテレビとかの、そうだ、ケーブルテレビなんですよね。そうですね。東急沿線のが、それどういう会社で、イッツコミュニケーションってどういう会社なんですか？東急沿線の会、うん、ケーブルテレビ。ケーブルテレビ。J コムっていうのが有名じゃない、ケーブルテレビ。はい。それは大阪にいた時にもあったし、こっちに来てもあるなと思ってるけど、はい、イッツコムは東急沿線にしかない。そうですね、ケーブルテレビ、はい、なるほど、そういうやつです。結構ほとんどの人が知らんというか、うん、全国で見ると。そうですね、東京の人は名前は聞いたことあるかなという感じですかね、うん、へえ、それがイッツコミュニケーションか。さあ、2本目はドローンの信長。自分の国の中では怖いものなしのドローン信長にも怖いものが。それは妻、機長の父親、斎藤道さん、美濃のマムシと呼ばれる怖い人なんです。ドローン信長は今日、道さんに呼び出されていて、すんごくブルーになっています。うわぁ、きついわぁ、あのおっさん苦手だわぁ、どうしたらいいんだろう。猿目にいい考えがあります。道さんはきっと、信長様のうつけな格好を怒ってやろうと思っていると思うんですよね。だから逆に、すんごく真面目な格好していったらビビるんじゃないですかね。おお、それだ。よーし、清掃で行くぞ。スーツを用意せい。で、何なのその格好。清掃でーす。めっちゃフォーマルでしょ。確かにフォーマルなスーツなんだけどね。それだと洗濯物干してるようにしか見えないよね。なんだかんだでそんな信長にビビった道さんは、その後、信長に優しくしてくれるようになりましたとさ。めでたしめでたし。はい、ドローン信長はいよいよ織田信長の人生をちゃんとなぞり始めましたね。ドローンのくせに。はい、斎藤道さんっていうのは娘婿なんですよね。娘じゃ、義理のお父さんなんですよね。
で信長はうつけ者として有名なんですよね。もともとは大バカ者っていうか、はい、不良っていうかやんちゃ者みたいな、はい、でそれできっちりした格好で行くんですね。でそこで褒められるっていう史実を元にしたドローン信長が、はい、スーツを吊るしていくという、はい、展開でした、はい、続いてこれも5個目になってももう 順調に続けていける、続けていける、うん、もう偉い人の承認が降りてますか、はい、もう大丈夫です、もう大丈夫だからどんぐり公園が出てないからどんぐり公園に依存してる動画は、はい、ちょっともう先行き怪しいですよね、うん、そうですね。あの辺だってニコタマでしょ、はい、撮影厳しいでしょ、いろいろあの辺の商業地区は、うん、そうですね、商業ビルは、はい、警備員が厳しいから、ただ、うん、川があるんですよ、あ玉川ですね。そこに行けるかどうか、あ風が ね風が強いんですよね、遠いな玉川嫌だな、はい、お釣りや切符の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発見しています。お札をお取りください。切符をお取りください。お札をお取りくださいありがとうございました。はい、カラオケですね。自販機のアナウンスカラオケ、これはあのあれですか、15周年ああそうです、ね、の、会場で蒲田温泉でやってたやつってのはこれですか、はい、そうです。なるほど。これは元ネタとして車掌さんカラオケっていうのが現れたんですか。そうですね、なんて言うんでしたっけ、電車のアナウンスですね、京急かなんかの、はい、それの元ネタ知らなくて、はい、それはなんか実際に会社が出してるんですか。なんかどっかのカラオケがパセラか、へえ、まあカラオケの運営元が出したんだ、はい、うん、なるほどね。それに続けと言わんばかりに、はい、うん、いろんなカラオケがありますね。記事にもなりましたね、うん、なりました。気になった方はデイリーポータル Z の、記事をここ1週間以内のおとついぐらい、ああでもまあそれね、火曜日とかそうなんですね、はい、探してみてください。あると思います。さあ、どんなアナウンス、これも大丈夫ですか。これは、はい、会議室ですね。会議室ですね、はい、じゃあニフティーなんで、はい、残念ながらこういう動画は次あるかどうかはちょっとわからない、ちょっと環境がまだわからない、わからない、うん、まだあるかもしれない、ないかもしれない。はい、じゃあジルシ君ですか。違うの、レンチン会は入るんですよね。飴みたいになるんじゃないかなと思って。飴、うん、グミ、グミ、やべえ小学生女子の発想ですよ。もうグッツラ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 、ヒャー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 、はいはいはい、あれ、あの羊羹とかやった時にね、シャバシャバになってくるんだね。でもジャムっていうよりもなんか飴が口の中で飴溶かした、あー、口が口の中で温めておきます。そうするとでも気持ち悪くなってくるぜ。あー甘いですね。甘いですね。あ、ビチ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 、水をがどんどん抜けてってるのか、どうかそうしたか、やっこさんやりやがったな、やっこさんやりやがった、わー水なんだ大体ジャムって。そうなんだな、でもグッツラ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 、なんか嫌がっちゃった、この辺から焦げてしてるね。これやっぱ飴だな。飴です。あ、ほら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 、すいません、飴です。飴でしかない、満場一致で。グミではなかったね。いちごジャムは2分ぐらいまでどんどん飴に向かっていきます。小学校の女の子に申し訳ないですけど、うんうん、グミにはなりません。飴になります。はい、ジャムをチンしまくると飴になるのかグミになるのか問題、うん、はい、当然のように飴でしたね、はい砂糖と水ですよ ね、 すね、ジャムなんてものは本当に、うん、うちの父親がアホでというかこう、はい、いい果物とかが使って、はい、ジャムとか作って喜んでるんですけどジャムってやっぱ砂糖で甘くするから、うん、酸っぱいぐらいのものがちょうどいいですね。そうですね、多分ね、だと食べきれない分をジャムにするとかですね。うん、そうですね、うん、まあこれも
グミにはならない。じゃあグミは何なのかっていうところもありますね、うん、グミは何なんでしょう。ゼラチン。ゼラチン、硬いゼラチンか、はい、グミ。なるほど。また甲賀さんは私が口の中で温めておきましたの時に全部グーグーガンモンみたいなのが出てくる、はい、わたこしがお食いがやめてみてください。小賀さんあるあるですね、はい、レンチン界のグーグーガンモン化するという、はい、さあ見てみましょう。おかない&こういう知ってるものじゃなきゃ見ないんですよ。みんな知ってるよね。うん、味が全然しないね、向いてないから粉のあの美味しい部分が下に触れないから食感だけ明るくていいですね。いいですね、日差しも強くてね、こんなハッピーな動画ですけれども、はい、なんとこれは柏木どんぐり公園。もう柏木どんぐり公園はないんですよね、新しいオフィスにはね、うん、残念。カナイ&残念です。あ、もう置いてきますか。置いてきますか。カナイ&はここの NFT に、はい、NFT の資産として柏木どんぐり公園、西新宿のね、はい、カナイ&は置いていきましょう。はい、はい、じゃあハッピーターンは皆さんね、むかずに食べれたということで、食感も良かったということで、じゃあグッドモーニング。グッドモーニング東京、違うの大きいかな。 I'm Koichi Fujiwara。 Hey Shakan。 Yeah 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 Princess 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 Princess。This is made of seaweed. Oh yeah. Yes. Yes. The name of seaweed is tengusa. 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 Yes. Tengusa, yeah. Like noodles. Yeah. Long and narrow. And this taste is very sour. The method of making tokoroten, yeah, is very interesting. Yes. Yes. Tokoroten frog. Yes. Soft frog. Yes. Like no. Jelly. Jelly. Yeah. Like jelly. Yeah. Yes. There's.Tokoroten broth, yeah, in wood box. Yes. There's net in exit. And we push Tokoroten. Yeah. Oh, now into wood box. Oh, be careful, be careful. Be careful. Yeah, it's net. Yes, yes. I'm very soft. Yes. You are square box. Yeah, blocks, blocks. Yeah, no, 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 no.There's this, like noodles. Yes. Yes. If you don't want to be like him, be careful. Be careful. Cross. はい、ところてんの回ですね。はい。ところてんは面白い食べ物でしたね。はい。なんと残念なお知らせがあります。はい。こちらの動画もメイドイン柏木どんぐり公園さんでございます。ちょっと待ってください、はい、確かなんですけど、はい、グッドモーニング東京は一番最初は戸田で撮ったって、はい、そうだ、埼玉、思い出した、はい、戸田、埼玉で撮ることに意味があると思って戸田公園で撮ってたんですね、ずっと川を越えて、はい、結構遠いところで撮ってましたね。そうですね。あの当時は藤原はこの辺にいなかったじゃない、確か。違うかな。そうです。僕が、あの当時は僕はずっと家に。家にいたんだよね。はい、そうです。その時代が終わって。でも今度また、この次からはまた二子新地で撮りますか。二子新地で撮ればね、川崎ですから、ね、うん。川崎で、グッドモーニング東京入れますね、はい。東京じゃないのに、はい、うん。川の向こうは東京という状態ですね。はい、じゃあ、グッドモーニング東京持っていきましょう、はい、引き続きグッドモーニング東京はお楽しみいただけます、はい、はい、じゃあということでヒロイ君ですね。半沢直樹とか下町ロケットとかのあのシリーズのドラマ陸王を見ました。陸王ってなんやろ、リア王的なやつかな。今回はえらい路線変更したんやなって思って楽しみにして見てたらなんてことないっす。陸王ってただの旅の商品名らしいんですよ。旅にしては大げさな名前。どうやら老舗の旅屋さんが旅スニーカーの陸王を作って業界を生き残ろうとする物語らしいです。
でドラマ実際見てたら小道具で足袋とか古いミシンとかガラケーとかが頻繁に出てきて、そういった古いものでも利用価値あるんやぞって証明していく作りになってて、古いもの代表である視聴者のおじさんがこのミシンは俺のことやって風にいちいち感情移入できるようになってんすよ。へえ、確かにわかるけど、おっさんをミシン化さすな。あと1週間仕事頑張ってきたお父さんへのご褒美っていうんですかね、気持ちいいシーン散りばめられてるんですよ。自分の仕事仲間を悪く言われた社長が取引先の銀行の偉いさんに切れるぞ切れるぞほら切れたって、これが気持ちいいんですよ。来るぞ来るぞはい来たって、これあれですよ、にゃんこスターと同じやり口っすよ。縄跳び掘って変な踊り来たっていう、要はおっさんのゆるゆるの涙腺を容赦なくつっついてくるド S なドラマってことっす。さあ、ひろゆくんが見てくれたのはドラマ陸王ですね。陸王を 見ましたか？チラッとしか見てないんですけど。あ、すごい見てるんだ、うん、僕はニュースでしか知らないな、はい、にゃんこスターは見ましたか？にゃんこスター見ました。にゃんこスター僕も見ました。ニャンコスターはあれでもウェブサービスのところで働いてはるらしいね。うん、なんかニュースで見たんですけど、見ました。なんか EC サイトで、はい、うん、女の子が、はい、あれニャンコスターみたいなドラマっていうのはもうただ流行ってるから言ったっていう状態ではあると思うんですけど、そうですね、そういうハッタリとかケレミもね、ふさわしいんじゃない、必要なんじゃないかと、これは年々ね、新しいとこ行ってもそれケーブルテレビにひろゆくんのやつとか載せれないのかね。そうですね、なんかね、うん、夜中とか、ね、夜中とかね、ケーブルテレビ、あ、そうだ、スミさんが番組やってるんですよね。やってるみたいですね、うん、それもなんかその前にあった番組の人がやらないかっつってそのまま受け継いだみたいなこと言ってたのかな。でそんななんかそんな持ち回りみたいな感じなのかな、おかしな話ですね。そんなの、できるだけ会社の人と仲良くして、うん、ねじ込めればね、はい、ねじ込んだからねじ込んだところでケーブルテレビのそんないないんでしょ正直。うん、まあ、そんなみんなが見てるってわけでは、東急沿線ですよね。世田谷区1円みたいなもんですか、1円でもないの、うん、半分ぐらい、はい、と川崎半分、うん、ぐらいですかね、うん、じゃあ200万人ぐらいだ、全員見れば、全員見ればね区の人がはい、まあ期待しましょうケーブルテレビに、はい、そうするとみんな東急沿線に住むかもしれないね、うん、プープテレビの見てる人が、そう、夜中にやってるプープテレビが見たくて、はい、北海道から引っ越してくるかもしれないです。そうですよね、うん、そうなると表彰されるのは世田谷区から表彰されるそうですねいつこもは別にいつこもから喜ばれないですね、うん、さあ火曜日は藤原浩一。こんにちは、藤原です。ハブというビールとかが飲めるパブのチェーンがあるんですが、そこによく行きます。ハブにはメンバーズカードがあって、通常は黒いんですけど、同じ店舗にたくさん通うとゴールドカードがもらえるらしいと聞きました。これがなんとなく欲しくなってきました。どれくらい行くともらえるという正確なルールは、あいつゴールドが欲しくて来てるなぁと思われると嫌なので聞いていないんですが、とにかく今月はできるだけたくさん行ってみることにしました。行きました。雨の日も行きました。時折フィッシュ&チップスを頼んでお酢でべちょべちょにして食べたりもしました。そして今月16回行ってついに、はい、まだブラック、まだ努力が足りないんでしょうか。藤原浩一、ハブに通うの会ですね、美容エッセイ。ハブっていうものはあるなとは思ってたんですよ、はい、あるあると思って。あるんですよでも本当にあるってしかないとか、はい、足を踏み入れたことはない、はい、東京力飯ぐらい行ったことはないやつです。あ、そうなんですね、僕も入る前はそうでしたそんなに行って元から結構行ってるんだね。そうですね。結構あるでしょ、だってあれ駅前にありますよね。うん、で中ぐらいの繁華街っていうか、はい、中ぐらい以上のところに、はい、あとなんかそのアイリッシュパブがない町には、はい、アイルランド人がパブを作る、パブを作るみたいな格言があるじゃないですか、はい、それがハブなのかなと思ってたんですけど、そういうわけで、そういうのとまた違うでもないと思いますね。チェーンなんですか。チェーンですね。イギリス、日本のチェーン、
日本のチェーンだと思います。あ、日本のチェーンなんだ。はい、ドトールとかそういう、まあ、状態としてはそうですね。でも出して中身はあれイギリスっぽいんでしょ、イメージというか、うん、そうですね。テレビが何台もあって。何台もあるの？はい、あのスポーツを見てると試合が 大きい試合がある時に見てますね。あ、スポーツ、はい。へー、それ以外の時は音楽のイギリスっぽい音楽の PV が、うん、ずっと流れてます、うん、ブリッドポップだ。はい、え、それなビールを飲むの？ビールバー？ビールですね、僕が飲むのは。ビール、はい、生を言うの？生、黒いやつ。ギネスもあります。もう普通の日本の生ビールみたいなの飲んでるの？生ビールとハブエールっていう、ハブでしか売ってない。ああ、エールビールが。エールビールが。ああ、エールビールは飲めるのは今っぽいですよね、クラフトビールブームの、はい、うん、全く分からない。チャージ代はいるんですか？いらないです。チャージ代はもうビール代だけの。ビール代だけです。ビール一杯いくらぐらいの？ワンパイントで。ああ、パイント制だ。800円とか。500ml ぐらいですか、ワンパイント？そうですね、ちょっと高い。ちょっと高い。まあ、うん、チャージ代が入ってんだそこに、はい、全然楽しみ方がわからない。良さが全くわからないですね。そこに集う仲間たちがいいの？いや、僕一人でな行って、はい、飲んで、はい、喋るわけでもなく、はい、で帰るの？帰ります。そうなの。おつまみがいいの？おつまみもそんな大したことないですね。そうだよね、これ見てたらね、はい、カリカリパスタです。あ、パスタが出るんだ。カリカリパスタ300円で。あ、カリカリパスタってこれか。はい、揚げたやつだ。揚げたやつ。あ、あれいらないなあれいらないんだ、あれが。あーあれは本当にいらないよねね、ポテトチップスだからまだいいよね、うん。それでも通いますか？通って、うん、まだ黒いカードです。まだ黒いカード、はい。まだ通ってんの、その熱心。今月行こうかな。ああ、攻めようかなと思って、はい、もう答え知っちゃってんけど、それは何も言わない。調べてないの？まだ調べてない。調べて、あ、それ偉い、はい、あ、それはすごいですね、はい、魅力が全く分からない、今度行こう。分かる気配がないんですよね。さあ、気になってたんです。今週一番気になったのはそれです。はい、金曜の夜が混んでるんで行った方がいいと思います。どういう層が好きなの？働いた人、割と若めの男女とか、うんうん、外国人とか。あ、外国の人行ってるイメージあるけど、うん、はい、実際来てるの？来てますね。あ、そう、うん、で高一っていう話すんの？しないですね。あんま絡まないんだ、やっぱり。稀にあります。あー、へー、謎だな。謎ですね。普通のバーじゃいかんの、それは？なんか、うん、隣で酔っ払ってる、すごい席がぎゅうぎゅうなんですよ。ハブ、ハブ、うん、酔っ払ってる人の会話が聞けるのがちょっと楽しいです。あー、なるほどね。バーテンがなんか、あ、藤原さん今日この人を紹介しますよみたいなことは問題ないです。あ、そういうのはない？ないですね。本当にそれはドトールに行ってる感覚なの？はい。行こう。ちょっと全然わからないわ、それは。はい、ジェジンシュ君。今日はですね、なめこを手に入れました。これなめこといえばね、ちょっと触るとわかるんですが、ネバ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 ヌル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 、これをあえてこのヌルヌルを取ろうと。ということで、ぬるぬるを取る作業をしたなめこが完成しました。ちょっともう触ったらわかるんですけどね、もう全然ぬるぬる、すげえぬるぬるしてんな、これ何もしてないやつです。ぬるぬるですね。ぬるぬるを取る作業をしたものです。あ、もう全然ぬるぬるだもん。普通に拭いた方がぬるぬる取れんじゃないの？
あ、もう全然ヌルヌルだもん。はい、なめこのヌルヌルを取るというその息やよし、はい、しかししかしなめこはいつまでもヌルヌルしてるんですね。知らなかったな。でも確かにそうか、確かにっていうか、何なんでしょうね。ヌルヌルってこう分泌液みたいなのがあるんじゃないのみたいなイメージにはありますよね。こういう固体にこれにこうジェルがまとってあって、はい、そのジェルを取ると手が出てくるみたいなイメージなんですけど、いつまでもヌルヌルってますよね。基本的に 洗ってヌルヌルを落とそうとしてましたよね。乾燥させたらどうか、まあ、水分がなくなるってことは多分ヌルヌルは取れるんでしょうね、うん、水があるとヌルヌル。そう、その物質と水が反応してヌルっとするのかな、うん、なるほど。これはもうでも続報はいらないですね。続報はいりません。はい。このヌルヌルを取ろうとしたことが評価されるべきであって、はい、取れたかどうかはもう全く評価しませんので、はい。はい、このようによくやったと、取ろうとしたことに皆さん拍手を送ってください。これはもう農大で取ってますから、多分。はい、研究室で。バッチリです。バッチリ、いつ。多分近くなんですよね。そうですね。ゆうさんの家。家もね、そうですよね、はい、共同とか大学あるんでしょうから、多分、はい、あの近いですね。だいたい地主くんが近くなったという。地主くんがかつてプープーテレビを撮ってた町、カジガヤも近くなるんですよね、そうですね、うん、全然ええことだらけですわ。はい、じゃあ木曜日、音声認識で、一体私たちは、この音声認識からどこまで逃れられるのができるんだろうかと。AI 対人間の戦いといっても過言ではありません。ということで今日は、ブラックジャックによろしく第1話です。しんやん、夜中に僕みたいな研修よ。いい土日が動かない病院が悪いんだ。うわそれではこの辺りでつなげて見てみましょう。そしていいドラマを堪能してみましょう。しんやん、夜中に僕みたいな研修医を、いい土日が動かない病院が悪いんだ。へへへ、何やんだな、入研修なんて受け入れなきゃいいんだな。院長は何が欲しいだけじゃないですか。で、いとどいとちょうすくんだ。かーれーおなりふんなくてないがらへん。文字起こしするのが流行ってるなと思って、はい、で音声認識の精度が高まってるので、はい、そこは結構一切そこから外れたらどうなるんだろうと思ってやってみたんですよね、はい、結構やっぱうっかりするとやっぱ広い。それむちゃくちゃ読もうと思ったらむちゃくちゃ読めるんですけどね、ブル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 とか言ってたら、はい、全然ギリギリのところっていうのはなかなかね、はっきり普通にはっきり読むと全然認識されるんですか。間違いなく。間違いなくっていうわけでもないですね。やっぱね、うん、変な単語とかあるじゃないですか。あと方言とか、はい、っていうのは全然無理ですね。でもまあなんか研修医用とか、ね、研修用とかね、あ、一部変換されますね。やっぱね。そうですね。言おうとしたか全く忘れたから次行こう。はい、はい、これうちから撮ってるんでいつコミュニケーション持ってきます。はい、はい、チーズケーキってみんな好きかなと思ってスッと行きましたね。はらり、手は汚れない。でもあれ死ぬやつかな、わかんない。これ全然野田詰まらせ要素ないんですけど、はい、このパッケージも入れてないからチーズケーキをかじってこうなってるだけなんですけど、はい、あんま噛まずに飲んでるんですかね、なんか一気になんかこう飲もうとして喉を詰まらしたという。チーズ、あの袋を取ってくるから、うん、チーズケーキがこう圧縮されて出てきたんじゃないですか。こうしがんで、はい、あー、チーズケーキってふんわりしてますよね、はい、それがギュッと、うん、おにぎりみたいになって殺しに来た。そしてパッケージってのはよくできてますよね、はい、本当にね、向かないっていうのはバッ人類のね、はい、進化への抵抗、抵抗、対価、はい、
死ぬ運命にあるという良い子は真似しないでください、はい、死にますので。最近注意書きを入れるようにします YouTube に、うん、小学生が死にますので優しい、死ぬときは死にますけどね真似しようと思ったときが死ぬときなので、はい、やめておいてください。はい、じゃあ土曜日岩沢さんです。シリーズ日本の伝統工芸職人を訪ねて、今回訪ねたのは小枝のしょいこを作る職人。人形の肩幅に合わせて針金で骨組みを作ることから始まる。小枝を乗せる部分には小よりを接着する。滑り止めとしての役割もあるという。腕や足など人形の関節が動かせるかのチェックも重要なポイントだそうだ。実際に小枝を乗せて最終チェックを行い納品される。人形遊びをする子どもたち向けに二宮金次郎像の良さを伝えたいと近所の校長先生に頼まれたことが職人となったきっかけだそうだ。はい、小枝のね、しょいこのどこに需要があるんだっていう、はい、うん、岩沢さんの月1のやつも結構数が溜まってきましたね。そうですね、うん、これは需要、こんな職人需要ないやろなと思って、こんな職人いないだろうと思って調べてみると実際にいないっていうのが理想ですよね、うん、はい、世の中のノイズであってほしいという、うん、我々は、この人形は多分100均のリカちゃん人形なんですよね、うん、ありますね、エリーちゃん、はい、よく見るなと思って。大体みんなエリーちゃんにひどいことしてますよね。デイリーポータルでよく見る。あとヘボコンで。ヘボコンで。なんかやったの、何やったのかな、エリーちゃん。なんかこう、やっぱ頭を開けたりとか、ああいう思い出しかないですね。うん、じゃあエリーちゃんもあれだ。プープーテレビでブロッコ、頭ブロッコリーになって出てきたんですね。あ、で、歌を歌うっつって。はい、そういうことばっかりしますね。申し訳ない。供養祭いるんじゃないかな。エリちゃん、エリちゃん供養祭、うん、エリちゃんのツカを作るみたいな、なんか散髪屋さんがなんか髪の毛供養したりしますよね。ああいうやついるんじゃないかな。お焚き上げみたいなのしましょう、うん、素人お焚き上げしましょう。はい、はい、ヨーロッパキャンプ、プープープー、くだい旅に出る、知る由もなかった旅、はい、こう未来の主人公みたいな感じでさ、うん、この時の彼はまだ知る由もなかったみたい な、はいはいはい、そういうナレーション入る時あるじゃないですか。あれをやってみようというそういう旅でございます。何の曲ですか。ああ別に、あ、なんかオリジナルの曲やわ。何の曲でもなく、なんか鼻歌、うん、この曲で今年の紅白歌合戦に出ることになるとは、この時シダはまだ知る由もなかった。どうした、変な伸びしてるな。ああ、ほんますか。うん、ちょっと変な伸びの仕方。めっちゃ伸びる。この時、この境の動きからヒントを得た研究者が開発した二足歩行ロボットが、よもや反乱を起こし、人類を滅亡させることになるとは、境はまだ知る由もなかった。よし、すいません、行きましょうか。1個目の境がちょっとめっちゃ長かったんやもうちょっと変な伸びのキーフが鼻歌、ファミマーな引っ張られたんですか。ファミマーの歌やった。ファミマーじゃちょっと話変わってきますけど紅白出れないです。はい、知る由もなかったためでした。はい、本公演という年1回か2回やってるんですよね、はい、ヨーロッパ企画の、皆さんが 本来の長いお芝居やってるんですよね、はい、それが全国ツアーをやってまして、今ちょうど東京が終わったところですかね、はい、次また神奈川に11月の半ばぐらいに帰ってくるんですよね、はい、まあまあすごい人だそうで、はい、1回500人ぐらい入るそうです。うーん、東京の本田劇場は行った人面白い面白いで書いてました、はい、安藤さんとか、はい、見てみたいもんですな我々は明日のアーという、はい、コントを明日
ちらですね。これ流れてるのがもう中日ですね、はい、真ん中ですね。これ流れた次の日にまだ2回チャンスありますわ、はい、見に行けるのでね、それの準備のために見に行けずで神奈川に行きたいですね、はい、面白いって評判です。実際にあのヨーロッパキャブの本公演が、はい、楽しみですね。下コメで下コメ大賞で争った土井監督っていうのはこれ作ってるという話知ってました。知ってる藤原君こう聞きました。しかもその土井監督っていうのは西垣さんというのはディレクターなんですよね、はい、その補佐的なポジションについてのが土井君っていうらしいんですけど、その土井監督土井君は、偽名で、海君って言うんですって謎の、はい、西垣さんからの垂れ込みがありまして、はい、全くよくわからないなという。江ノ島パターンですね。あ、江ノ島パターンですね、江ノ島君はなんか偽名なんですよね、はい、小心者だから、小心者、いや会社、会社バレ、会社バレが嫌だったのが元だった気がします。ああそうなんです、ね、今はもう完全に会社バレしてるんだ、はい、YouTuber って思われてるとかいう話ありましたね江ノ島。この間間違って江ノ島さんに書類というか手紙を送ったんですけど、はい、間違って江ノ島茂道って、うん、ライター名で書いてこれちゃんと届くかなって、うん、思いました。郵送？郵送で。あ、郵送ですか、うん、帰ってくる。お母さんバレしてるかもしれないですね。はい、さあもうこの風景ともお別れですね。そうですね、ここはもうこのビル入ってくることないんやろうなと思って。あ、なんだかで週2回ぐらい来てる時ありますからね、プープーテレビ撮りに向かない安藤とか、はい、グッドモーニング東京とかね、名残惜しいな、あ名残惜しさなくなったまたどこかの会議室でお会いしましょう、はいはい、プープーテレビ総集編でした。さよなら。